Thank you.
だまだ社会資本が足りない、不足をしているということで、大規模な公共事業、例えば高速道路、トンネル、橋梁、空港、港湾といった大規模な公共事業を行うことによって、まさに産業基盤を作る、生活基盤を作る、そのようなことを行ってきたわけであります。しかし、そのような時代は過ぎ去って、現在は社会保障費が圧倒的なウェイト、国庫予算の3分の1を占めるまでに至っております。このあたりは後ほど見てまいりたいと思いますけれども、それだけ社会保障費の予算に与える影響力が大きくなってきていると、このように言えるかと思います。ところで、日本の社会保障費は保険料で賄うというのが原則であります。国民一人一人が、お支払いになる保険料でそれを賄っていくということでありますが、しかし現状はそれでは到底賄いきれない。これも後ほど説明していきますが、例えば2015年社会保障の給付費全体では117兆円に上っておりますが、それに対して、実際の保険料収入というのは大体6割の65兆円にしか過ぎません。それ以外は国地方の
Thank you.